村木砦の戦いで敗走する信長を無事に逃がすため戦場にとどまった家康は今川勢に捕らえられた。三河進出を目論む義元は織田に従っていた家康を攻めることなく今川家の将として迎え入れた。間もなくして今川家の干渉に反発する三河の国衆が大規模な反乱を起こす。反乱の裏に織田家の後援があることは明らかだった。これに対し義元はとある妙案を思いつく。三河騒乱。家康よ、織田に加担し我らに盾ついたこと余はけほども気にしておらぬ。はっ、恐れ入ります。が家中には新参の措置を信じられぬと申す者も少なくないようでな。まことけしからん話よ。いえ、致し方ないかと。それゆえそちが家中の信頼を得る機会を与えたいと常から思うていたのだが、三河のことは聞いておるな。織田を頼みに我らに抗う国衆どもが騒いでおるとか。家康よ、そちが今川の将として乱を鎮めてまいれ。三河の騒乱を私が？しかし私だけでは手に余るかと。無論遠兵もつけてやるぞ。瀬名に申しつけてあるゆえ共に三河へ向かうがよい。見事やり遂げればそちの今川家中での立場も安泰。心してかかるがよいぞ。はっ、必ずや三河を沈めてまいります。いずれこのような戦に駆り出されることは覚悟していたが、気の重いことだ。目下三河の国衆は今川に従う者と織田に従う者で二分されておりますれば、戦う相手は皆織田方というわけか。信長が大好きな竹千代にとっちゃ辛い戦いだわな。若、信長様に遠慮して手を抜くようなことがあれば義元様によってたちまち当家は取り潰されることに。そんなことは半蔵に言われつとも分かっている。何をこそこそ話しているのかしら。あ、いや、こたびの小枷痛み入る。あなたたちの戦いぶりは後でおじさまに伝えてあげるから、しっかり戦うのよ。受けたまわった。義元公の命に従わねば我らに明日はない。何としてもこの騒乱を鎮めなくては。おう、任せろ。まずは前線で苦戦している味方の救援だ。みんな行くぞ。城の守りも大事だが、義元公の手前、瀬名のことも守らなくてはな。あんたたち、おじさまのためにしっかりと働きなさいよね。義元様の姪御がお目付け役か。三河の民を傷つけてはならぬ。民を指揮する将のみ狙うのだ。敵将、本田平八がのしてやったぜ。ここは引こうか、あるまい。これっぽっちじゃ満足できねえ。民を戦に巻き込むフラシな将は退けたぞ。皆の者、この勢いに乗って進め。この混乱で城の守りは薄いはずだ。
城内にあるお宝を奪って人儲けすんぞ。野口が現れたか。行くと厄介なことになりそうだな。獣か、堪忍ならぬ。トンボよりもあっけねえのな。耐えきれん、引かせてもらう。これっぽっちじゃ満足できねえ。よーく見とけよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。くらいやがれ。くらいやがれ。くらいやがれ。これっぽっちじゃ満足できねえ。これっぽっちじゃ満足できねえ。家康様、お役に立てず申し訳ありません。はいと。よーく見とけよ。もうやられちゃったの。まったく情けないわね。懸命に戦いながらひどい言われよう。酒井殿、なんとも哀れな。みんな無事か。ここから攻勢に転じるぞ。今川も、これに組みする徳川も、我らが討ち取ってくれるわ。開門。敵の増援か。反乱が大きくなる前に退けよ。今川に逆らう身の程知らずたちをさっさと懲らしめなさい。皆の苦労も知らず、瀬名様は勝手なことばかり。信長様のご命令により追散。今川と戦ってるみんな、加勢してやるぞ。織田の軍勢、弱小のくせに三河に介入しようっていうの。今川の公園も当てにならぬし、これ以上は戦えぬわ。はいと。この雪が怪しくなってきたわ。だけどこの私が負けるはずないわ。邪魔立てはさせない。開門。くらいやがれ。そらそら。織田勢が介入してくるとは。瀬名が心配だ。救援に向かわなくては。邪魔者は退けたな。開門せよ。今川に組みする者どもを駆逐するのだ。開門。頃合いみてえだ。お前ら行くぜ。そらそら。あんなところに野武士が嫌がったか。あいつらを乗して南砦への道を開くぞ。無念だ。討ち死に。忠重がやられただと。この城もいよいよ危ういか。開門。この勢いに乗り岡崎城を奪え。よーく
汲み解けよ。ノブシども恐れ入ったか。まいった。逆らわねえから許してくれ。今からあんたが俺たちの大将だ。天下無双って俺のことだろ。組み解けよ。トンボよりもあっけねえのな。意地は見せたわ。もうよかろう。お見事にございますな。へへ、オイラじゃ相手に不足か。これっぽっちじゃ満足できねえ。そらそら、関将、本田平八がのしてやったぜ。かなう相手ではなかったか。ここは引こうか。あるまい。一応お礼は言っておくわね。ここからは私も本気で行くわよ。開門。秀吉ごときに遅れを取っちまうと、まだ戦は終わっとらんだろうな。勝家殿まで来てしまったか。これは難敵だぞ。ひるんでる場合じゃないでしょう。私も行くからあいつを倒すのよ。我らの狙いは岡崎城だ。行く手を阻むなら切り捨てるまで。今の私は今川の将としての務めを果たさねばなりません。全力で参ります。頑張るわね家康。こんな面倒な戦、私ならとっくに投げ出してるかも。案外頼もしいところもあるみたいだし、少しは認めてあげてもいいのかしら。くそ、うん、受けたまった。なんて守りの硬さだ。俺たちに勝ち目なんてあるのか。これっぽっちじゃ満足できねえ。ここは私が即刻。エナ様と何度戦っていられるか。我らはもう今川には従わぬぞ。あの人、敵方に寝返っちゃったの？もしかして私のせいじゃないわよね。勝家殿、織田の理に反する戦と承知しながら今川のため戦わねばならぬこと申し訳。謝ることなんざありゃしませんよ。この乱世ままならぬことばかりだ。かたじけなく存じます。では参ります。本田平八がのしてやったぜ。聞かせていただこう。平八郎らしい働きよな。ここは私が。くものか。やったわ。少しは役に立つじゃない。援軍のあてもない。破れかぶれだ。敵陣に突っ込むぞ。敵の主力は退けた。
あとは残党を倒せば乱は収まるだろう。三河に今川の部位を示すことができた。これで少しは落ち着くだろう。おじさまもこの戦果に満足するはずよ。私も少しだけ見直したわ、あんたのこと。セナ、こちらこそ。そなたの働きには助けられた。三河の国衆は皆今川の意にひれ伏したか。はあ、当面は落ち着くものと存じます。そうね、どうってことない戦だったわ。ま、家康たちも多少頑張っていたようだけど。ほう、辛口の瀬名がそのように申すとは、家康の器を信じた世の目に狂いはなかったか。されば瀬名の腰入れの剣も触りなかろう。まことめでたきことよ。腰入れ、それはつまり。おい竹千代、瀬名姫様を正室に迎えるってのは本当かよ。瀬名様は吉本様の寵愛を受けてきた姫君。吉本様がそこまで若を買っておられたとはの。これで今川家中に私を疑う者はいなくなろう。吉本公には大きな恩義ができてしまったな。しかしあの瀬名とうまくやっていけるだろうか。Don't forget to subscribe!